マッサージでは肩こり首こりは治らないんです。皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は首や肩のこりを解消するストレッチをご紹介していきます。特にマッサージに定期的に通っているのに何度も何度も再発してしまう、そういった肩こり首こりをお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。今回このテーマを取り上げるきっかけになったのは、実はコメントで多くいただいてたっていうのもあるんですが、僕自身はもう10年以上前からスポーツクラブで指導をしていました。その中でやはりね、マッサージ何年も通ってるのに首肩のこりが取れない、ひどい方は頭痛がしてしまって生活にも支障をきたしてしまっているっていうねお話を伺ったので、これはぜひね解消法をお伝えしたいなと思って動画を作らせてもらってます。で、今回の動画は決してマッサージや整体を悪く言うわけではなくて、それが合う方もいれば合わない方もいる、ただ何ヶ月も何回も何回も通い続けているのにマッサージや整体で首こり肩こりが解消しないという方は根本的にそれがね合っていないことが多いので、そういった方にはね非常におすすめのストレッチになっています。ぜひ最後までご覧ください。ではまず肩こりが起こるメカニズムについて先に解説をしておきます。これを知らないとどんなにマッサージやストレッチをしてもまた肩こり首こりが再発してしまうからです。首や肩っていうのはなぜ凝ってしまうかというと、血流が悪くなってしまうから、これが一番大きな要因です。というのもこの筋肉、僧帽筋といって肩の周りについている筋肉、これがですね伸び縮みをうまくしてくれるから筋肉のポンプ作用が働き、血流が良くなって疲労物質が流れて凝りや痛みを感じないっていうのが正常な方のパターンです。これに対して首肩が凝ってしまう人というのは、いわゆる猫背だったり巻き肩の方が多いです。特にこの自粛期間中はお家で作業をする方が増えてしまったり、現代人スマホを見ることが多いのでほとんど猫背巻き肩になってますね。あとは寝るときに横向きでこうやってね背中を丸めて寝るのが楽という方も実は首こりの原因だったりします。どういうことかというと、筋肉というのはこのように首を支える僧帽筋ですね、この辺りに筋肉がありますが、この僧帽筋という筋肉が正しい位置にあれば首を動かすたびにちゃんと伸び縮みをしてくれて、縮んだり伸びたりをして血流を促してくれますが、巻き肩の方、猫背気味の方というのはこのように首を支える筋肉が伸ばされた状態で固まっていて、あまりこういう縮む動きをしていないんです。つまりこの筋肉の伸び縮みがないから血流が悪くなって、結果的に首肩がすごくだるくなったり凝ったなって感じます。で、これ考えてみると、伸びて固まった筋肉をマッサージすると余計に伸びて緩んじゃいますよね。つまり一時的には手で揉むことによって血流が流れて、ああ気持ちいいなって思うんですが、長期的に見ると緩んだ筋肉余計に緩めるから、その後またさらに肩が凝りやすくなってしまうんです。これがマッサージをしてもなかなか治らない、もしくは人によっては悪化してしまう負の連鎖に陥るパターンなんです。そのため現代人の多くというのは患部である首肩を揉んだりマッサージするよりも、この原因になっている胸の筋肉のストレッチや筋膜のリリース、これが非常に大切になっていきます。そのため今日やっていくステップとしては、この胸の前から首にある皮膚や筋膜の制限を取っていくリリースと、肩こりの根本原因になっている猫背巻き肩を改善する裏側の筋肉のエクササイズ、この2ステップで首肩こりの改善をしていきたいと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい、ではまず胸の前の筋肉、ここでまず引っ張った状態で上を向きます。首の前の筋、こういうところ伸びている感覚はありますか？できれば皮膚、シャツの中から皮膚を直接バシッと引っ張ってください。僕は分かりやすいようにね、シャツの上からしてますが、皮膚を直接下に引っ張りながら上を見るとめちゃめちゃ首筋突っ張りませんか？これが筋膜の制限です。これ手を離すと結構上見れますよね。実は知らない間にめちゃくちゃこの筋膜は硬くなって首を前に縮めた状態、固定してしまってるんです。筋膜は第二の骨格って言われるほど体の姿勢を固定する力すごく強いので、悪い姿勢で固まってしまったところはできるだけしっかりとリリースしていきましょう。 OK。 で、今度ねこの胸の前しっかりねほぐしていきます。触ると鎖骨っていう骨がありますね。この骨の下らへん軽くさするような感じで、この胸骨というぶっとい骨から肩にかけて軽くさすっていきましょう。痛気持ちいいぐらいの範囲でグリグリグリっと押すような感じです。ただこの時に痛みを感じるぐらいまでぐっと押してしまうと筋肉がね痛めてしまったりしますから、優しくさするぐらいでいいです。
マッサージでもね、よく垂直にギュッギュッて押されることがあるんですが、ひどい方はね、これでこう筋肉が損傷してしまって、そのやってる時は気持ちいいけど、後々ね、そこが炎症を起こしたり硬くなって余計に凝ってしまうっていうことかなり多いので、できるだけね、優しく、まあ、痛気持ちいいぐらいで筋肉はほぐすようにしましょう。これだけでもね、痛い方めっちゃ多いと思います。 OK、 今度は反対側、この胸骨の骨からネクタイみたいな骨ですね、ここから腕の付け根にかけてさすっていきます。ちなみにここは血管や神経が通っているので、ずっとスマホを触って猫背が続く方っていうのは、ここの神経血管を圧迫して腕がしびれてしまったり冷えが起きてしまいます。ここはできるだけね、柔らかくしておきましょう。手で押すのが辛い方はね、何かテニスボールとかでグリグリグリって押してもらってもいいですね。まあ、お仕事の合間とかにもね、ぜひやってみてください。ここをほぐしてからストレッチをしていきます。場所によって痛いところ、硬いところがあると思いますから、これも探してください。はい、OK。じゃあここからですね、手のひらを皮膚にピタッとつけましょう。シャツの中に手を入れて皮膚を引っ張りながら上を向いていきます。この時に顎を前に突き出すイメージすると、より首筋が伸びてきます。めちゃくちゃ突っ張りますよね。このまま顎を1センチしゃくれていく感じ。何言ってるか分かんないですね。顎をね、突き出して天井の方に、さらに首筋が伸びる角度を探します。回を重ねるごとにちょっとずつ柔らかくなっていきますから、マイペースに続けてください。深く息を吸って、ゆっくり長く吐いて、呼吸は止めないように気をつけて。はい、いいです。で、今度は首を斜め後方に引っ張ります。できたら胸を斜め下、反対側に引っ張り合うような感じで、キープをします。呼吸繰り返してください。これでお家に何かチューブとかある方は、こういったチューブをね、皮膚にピタッとつけて引っ張ってもらうと、摩擦で引っ張ることができるから、すごくね、皮膚とか筋膜がピンって突っ張る感覚、伸ばしやすいですから、もしお持ちの方は皮膚に直接チューブをつけてピュッと引っ張ってみてください。かなり突っ張り感感じるはずです。材質がね、皮膚に合わない方は無理しないように気をつけてくださいね。皮膚が荒れちゃう方もね、たまにいるみたいなんで、ちゃんとこの首の前の筋、少し外側ですね、伸びる感覚ありますか？OK、 引っ張ってる手もちょっとしんどいかもしれませんね。では反対側をしっかりと斜め下に引っ張ります。もちろんこういったチューブがなくても大丈夫。ぎゅーっと引っ張って、首の少し前側です。基本的にはデスクワークで縮んでる前を伸ばします。どうしてもね、凝ってるからこう倒して後ろ側の、ね、筋肉をぎゅーっと伸ばしたくなるんですが、それをするとね、特に猫背で肩こり、首こりが出てしまっている方は悪化してしまうので気をつけてください。やってる時はね、気持ちいいんですけど、これがね、落とし穴になったりします。ちゃんとこの首筋伸びてる感じありますか？まあ、顎はね、ぐーっと引っ張ってもらってもいいです。ただ首の後ろね、詰まりが出る方とか痺れが出る人は気をつけてください。無理をしないで。はい、いいです。それでは今度胸の前、タオルがある方はタオルを掴んでいきます。ぎゅーっと引っ張って後ろ。胸の前が心地よく伸びる感覚ありますか？タオルとかなくてもね、ただ万歳して後ろに引っ張るだけでもいいです。ちょっとね、ぎゅーっと後ろ後ろ、引っ張って、胸の前が心地よく伸びていきます。深く長い呼吸です。ゆっくり吸って、吐いて、
このポジション自体が肩凝ってしゃあないっていう時はね、控えてもらってもいいですよ。この胸の前の筋肉を今伸ばしています。プラスアルファ、この猫背巻き方に影響する広背筋というこの体側の筋肉もこの後伸ばしていきます。深く長い呼吸です。 OK です。では今度は体を横に倒します。壁とかを、ね、使える方は壁に背中、お尻ピタッとつけたまま倒すと、綺麗な姿勢のまま伸ばすことができます。多くの方が倒すときにこう猫背とかに、ね、なりやすいので、できるだけピーンとまっすぐに伸ばした状態。このあたり、脇腹、広背筋といって腕の骨につながっている筋肉、こういうところが伸びてますが、ここが硬いと腕引っ張られるからすごく腕が重たくなります。結果的に手を上げるときに首肩がめちゃくちゃしんどくなるので、これ辛い方はね、最初ちょっと我慢が必要なんですが、ここら辺柔らかくすると手をずっと上げててもしんどくなくなります。そうすると首や肩の凝り改善していくサインです。どうでしょうか。手が上げてて辛い方はね、肘曲がってもいいですし、できる範囲でやっていきましょう。はい、今度は反対側、目いっぱい息をゆっくり吸って、長く吐きながら横へ倒します。ちなみに今日やってる種目は座ったままでもできますからね。で、こういった壁とか何か椅子、机がある方は支えにしてもらって大丈夫です。ふう、深く鼻から吸う、ゆっくり吐く。今日の種目は、例えばこの首の前を、ね、最初伸ばしましたが、デスクワークの合間に本当に30秒とか1分ちょっとやるだけでもいいです。習慣化してください。できたらね、お仕事の前とか寝る前とかに動画1本これを見ながら全部してもらえると、さらに効果は出やすくなります。長く息を吸って、ゆっくり吐き切る。しっかりと伸びてますね。はい、OK。では腕を外回しにします。外回しのままです。これ一番大事なポイント。内巻きでやっちゃダメですよ。外回しにして体の後ろ、はい、トントントンと、しっかり手を後ろに。使っているのはこの二の腕の裏側や肩甲骨と腕の付け根のあたり、ここがね、弱ってくる、緩んでくると巻き肩が起きてきます。なので首こりさん、肩こりさんは固まってしまったこの首肩、これはね、被害者なんです。極端に言うと原因になっている加害者はこの裏側の筋肉がたるんでしまって、負担が首に集中してますから、この加害者、根本原因をしっかりと鍛えて改善していきましょう。この時に胸を張ってあげると胸の前まで伸びてきます。筋肉や筋膜のピーンと張る感覚、伸びる感覚も意識して、深い呼吸です。 OK。 ちょっと裏側がだるくなったら正解。二の腕痩せ効果もあります。はい、では最後ですね、手を耳の後ろで上げ下げしていきます。これは肩甲骨を動かしていきます。深い呼吸です。繰り返して、吸って吐く、吸って吐く。特に手を体の前で動かす癖が現代人は多くありますね。なので常に手を耳の後ろ、しんどいですけどね、繰り返していきます。ただここで首肩がしんどいのはあんまり良くない。こうやって肩がね、すくんで動いちゃうと余計に肩凝りますから、肩を下げたまま、そうですね、長い首で動かします。これはこの肩甲骨、背中の裏側をしっかり使ってますよ。使ってる筋肉をしっかり意識して、肩甲骨周りが喜んでいますね。筋肉の使ってる感覚感じたら終了です。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。結構裏側がだるくなってると思います。ただね、首肩少しね、すっきりする感覚もあると思います。もしあなたが何ヶ月も何ヶ月もマッサージ、整体に通っているのに、首や肩のこり、またはそこから来る頭痛が
改善しないとお悩みの場合は、こういった筋肉や筋膜の硬さが原因になっていることが非常に多いですから、ぜひこの種目は毎日続けてみてください。1週間から2週間ほど続けると結構体に定着してきますから、変化を感じやすいと思います。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。